灰色の月は、死が直古の短編小説。雑誌、世界の1946年1月号に掲載された。戦後間もない時、東京駅で連れの二人と別れた、私は山手線品川周りの電車に乗車する。横に座る、小猫が体を揺すり続けていることを不気味に思い、不自然ではない程度に間を空けて、隣に座った。 次第に混雑していく車内で、血色のいい丸顔の若者と40くらいの男が、荷物の置き場所を譲り合う姿を見て、一ところは、人の気持ちもだいぶ変つってきたと気持ちよく思った。体を揺すり続けている、少年校を乗車してきた、会社員のうちの一人が笑うが、若者の一歩手前ですよ。という言葉で、少年校が極度の飢餓状態にあることを悟る。 窓の外を見ようとした少年校が体勢を崩して私に寄りかかってくるが少年校を気の毒に思う私の気持ちを裏切って私の体は肩で突き返してしまう上野へ行く予定だった少年校は乗り越してしまったことを告げられるもどうでも構わねえやと独り言を言う乗客たちは少年孔を気の毒に思うも助けることができず私もまた同様のことを考えて 安淡たる気持ちを抱えたまま、渋谷駅で降車する。昭和20年10月16日のことである。滋賀直古屋全週第4巻昭和18年10月18日発行。岩波書店後期より1、1昭和21年1月1日発行の世界総刊号に発表される。ルビはない。2昭和23年3月小山書店により、刊行された翌年に収録される。 執筆年月が明示され、後ろ前、総外などいささかのルビが振られる。三本館において、書室の、冷え冷え、無家符のほか移動はない。詩が直屋全集第七館平成11年6月7日、発行岩波書店後期より、一昭和23年小山書店から発行された、翌年に収録され、執筆年月が記された。ルビの移動などを除けば、 大きな修程は施されていない。異常により、ルビが多少振られた他には、大きな移動は見られない。また、後期に記されている走行についてでは、灰色の月に至るまでに、白い月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 と表題の模索がされていたことを伺うことが、できる。志賀直哉全集第四巻昭和十八年十月十八日発行、岩波書店より、後期、 続々創作予断についての解説を引用する。灰色の月はあの通りの経験をした。あの場合、あの子供をどうしてやつたらいいか、仮に自家へ連れてきても自家のものだけでも足りない食料で、また自身を考えても程度こそ威風がすでに軽い栄養失調にか、かつている時でどうすることもできなかった。全くひどい時代だった。批評で、 私がこの子供のために何もしなかったことを非難した人が何人かあったが、私はその非難した人たちに同じことを経験させてみたいと思った。自身の経験をもとにした小説であり、私イコールナ直ヤであることが考えられる。続々創作予断とは、ナ直ヤの3つの自作解説の一つで、ナ直ヤ全集第10巻、随意集2欄に掲載されている。他に、 創作予断、続創作予断がある。ありがとうございます。